昨日のね、X のスペース生配信の方、かなり長い時間でしたけど、えー、お昼前からスタートして最終までやりましたけど、かなりたくさんの方が聞いてくださいまして、誠にありがとうございました。リプもね、たくさんいただいて、とても楽しかったです。 馬券的にはね、前々回みたいにね、その10万馬券連発とかなかったんですけど、不調の中ね、最後の最後に5万馬券的中というところで、まあ、終わり良ければそれでよしみたいな感じになったんですけど、まあ、えまたちょっとね、スペース近々やりたいなっていう話は、昨日もしていたんですけど、その話をする前にですね、ちょっとね、気になることがあるので、その話から触れたいと思うんですけど、 土曜日にね、落馬してしまった藤岡紘太騎手の件なんですけど、えー、月曜日の現段階でまだ詳細な情報が出てきていません。和田騎手のツイートを見る限り、うん、あんまり良くないかなという状況は想像できますね。で、桜花賞に騎乗したね、あの、エトブプレイに騎乗した鮫島騎手も、えー、まあ、まぁ、紘太さんが無事であるようにというコメントを真っ先に出しています。 土曜日に落馬をして、で、病院には運ばれてるわけですよね。で、そういう状況で考えると、翌日の、その、なんでしょう、えー、夕方あ、15時40分のレース後に、えー、孝ーさんが無事であるようにって、翌日に出しているっていうことは、まあ、あのー、非常に良くないのかなという感じはします。はい。うん。 ちょっとね、心配っていうのは、まあもちろん当たり前のことなんですけど、うーん、藤、ま、岡、あ、ね、藤岡浩太騎手、とても調子がよくて、現在、リーディングも10位に入っていてうーん、で、昨年はね、マイルチャンピオンシップ、ナミュールに騎乗して勝ったりとか、すごく流れがいい中で、まあ、ああいうね、まあ、命がけの商売なんで、こういうことあるとは思うんですが、 えちょっと落馬してしまってで状況としてはねあのスイートスカーが前の馬にぶつかったことによる落馬っていうことで藤岡騎手のまあ何でしょうね騎乗に問題があったっていう形にはなってるんですけどうーんちょっと映像を見る限り落馬した後に後続の馬2頭に踏まれてる蹴られてるっていうのはもう映像で見る限り。 えー、かなり間違いないのかなっていう感じでしたね。まあ、あの、皆さんも映像を見た方多いと思うんですけど、落馬した後にですね、えー、落ちました。で、藤岡幸太騎手の体がもう横にね、ぐるんぐるんって回転してしまっているんですよね。ってことは、まあ、横から強い衝撃、蹴られていると、うん、踏まれてるっていうか、蹴られてるような状況だったんじゃないかなという感じなんですよ。 でまあ、特にそのスローモーションで映像を見ると、ですね、えー、やはり今言ったみたいに、えー、落馬しましたで、後続の馬ね、まあ、その馬にはまあ責任はないと思います、ジョッキーにも責任はないですね、はいえー、で馬がそまたいだぐらいのシーンで、藤岡騎手の体がバーンってすごい衝撃を受けて動いてるんですよね。だから落落馬して落ちてち止まって ているような状態から馬がマタイダであろう通過したであろう瞬間にバーンって動いているので、まあ、とてつもない衝撃があったと思うんですよ。うんなので、うん、まあ、最低限なんでしょうその軽い怪我っていうことはもう当然ありえないのかなとは思いますね。はい。で、まあ佐島騎手や和田騎手のあのツイートコメントなんかを見ると、うん。まああまり良い 何でしょうね、もう不幸中の幸いっていう,うレベルというか、うん、それでも十分ラッキーだったぐらいの話しかもうないようなぐらいのね、ちょっと落馬の事象があってですね、えー、で先ほども言いましたけど、まあ、g 1勝ったりとかで、最近、こ、まあ、今年なんかとても調子が良かった、で800勝もね、達成して、 まあ35歳ねこっからまあ油が乗ってくるであろうっていうところでこれはちょっとうん残酷な感じになってしまいましたまあ続報があまりにもないので競馬ファンがね SNS の方でずっとまあ心配している状態なんですけどうんで正直僕もうん変な 文字は、なんだ変な文字が目に飛び込んでくるなよって思いながらね、本、え、当、ー、1時間に1回ぐらいヤフーニュース開いたり JRA 開いたりとかしてホームページをうーん見て心配しているような状況になっています。まあ、うんたくさんの競馬ファンの方がね、心配していると思いますけども、僕もそこは同じで、うん。で、も一応ね、その競馬に深く関わっている方の知り合いもいるので、 ちょっと聞いてみたいなっていうね、どういう状況か情報入ってないか聞いてみたい気持ちはちょっとあるんですけども、まあなんかそれを聞くのも怖いので、はい、あの、まあただね、あの情報を待つっていう感じにしています。で、も、まあ、日曜日にそういうことがありまして、で、えっと、あ、すいません、土曜日にね、そういうことがありまして、で、今度日曜日のね、福島2レースで、 はい。こちらもですね、小型育也ジョッキーが落馬してしまって、こちらも続報がないです。うん。えー、小型騎手の場合は、後続に踏ま,れては踏まれてはいませんが、直線でね、一番スピードが乗っている時に落馬して、で、ヘルメットを吹っ飛んじゃってるんですよね。まあ、一発目落ちた時にはヘルメットをしてたんですけど、そこの衝撃でヘルメットが飛んでっちゃって、でも2回、3回とね、激しく回転して頭を打っている時にヘルメットがなかったっていうのは、ちょっと、 うん、やっぱ心配ですね。横から落ちてるんで、うん、どうなのかなっていう感じなんですけれども。で、まあ、JRA の場合、割と情報が出てくるのは火曜日だったりするので、うん。まあ、明日になってみればね、藤岡騎手も、あの、小型騎手も、まあ、あの、大怪我は大怪我ですけどね。例えば、まあ、鎖骨の骨折とか。 頸、えー、椎の捻挫とかまあそれぐらいっていうと変ですけど今想定されるもののレベルから考えたらかなり低い怪我のレベルっていうかうん。ではよかったねって、えー、復帰待ってますよってファンが思えるようなニュースというかまあ何し報告がね、えー、うん出てくれればいいなっていうふうには思っているのですがちょっともうあまりにもね2日間こういうことが続いて。 うーんで、つい、まあ、先日ですよね。2週間ぐらい前ですか。えー、高知競馬のね、あの、塚本紀州が落馬して亡くなってしまったということもあったりしますし、続きますね。なんかね、こういうことはね、良くない。なんか落馬って続くし、あのー、出走前の競争除外とかっていうのも、なぜかやたら続くんですよね。これっていうのは、まあ、もうただただ不思議っていうか、なんかマーフィーの法則じゃないですけど、 なぜ、うん、か続くのですごくなんか嫌な流れだなっていうまああのー、ねジョッキーで言えばルメール騎手も落馬して怪我してしまいましたしで落馬じゃないですけどね多休高騎手の家には泥棒が入ったりとかなんかこのちょっと競馬界にいいニュースがないというかねうんうんなんかそういうのがちょっと僕は嫌だなっていうなんかこの負の連鎖みたいなものは。 うんねその止めようはないと思いますけどその怒ってしまったら怒ってしまうことだし、ね、そういう命がけの職業であるっていうことは間違いなくてでこれからも落馬っていうのは絶対あるし落馬でなくなるジョッキーっていうのも絶対に、ね、あのこれから10年20年のうちにいるとは思うんですけど、うん、なんですけど今のこのなんか嫌な流れがねちょっとこの春うんこういう形で始まってしまったのはとても。 ななんかか胸が苦しくなるというか、はい、まあ、今は本当とにかくあのー、ねとにかく、えー、小型騎手しかり藤岡騎手がですね、えー、もう極力うん考えうる中で一番良かったねっていうぐらいの怪我まあ怪我してないことはありえないので、はい、そこまではねあの無傷っていうのはさすがにそんなお願いをするのはね神様にねちょっとずるしいと思うので、えー、極力 考えられる中で一番低い程度の低い怪我で。で、えー、当早いうちにね、えー、復帰してターフに戻ってくるっていうところを、まあ、祈るばかりですね。はい。で、まあ、もう一個、まあ、これ、あの、別に不安を煽るわけでもなくて、えー、なんでしょうね、僕としてもなんか、あの、一競馬ファンとして不安だからこそちょっと口にしちゃうんですけど、あの、江戸ブプレのね、藤岡健一調教師が、あの、 当日ね、大賀賞に、ま、出走してるのに不在だったっていうね、そんな話が結構言われてまして、僕はま、そこを確認していないのでわからないんですけど、うん、まあ、競馬場には来ていなかった、欠席していたっていうことなので、まあ、そこもちょっとね、より不安を、うん、まあ、感じさせてしまう、感じてしまうところですね。 まあ、あの早い段階で前日の段階で軽症であればねそれこそ、まあ、あのい,いるでしょう正直、うん、なんでやっぱりあのすごい軽い擦り傷でしたみたいなのはちょっと見込めないのかなというようには思いますね、うん、だからこそ、まあ、考えうる中で一番あの考えうる中で一番軽度の怪我。うん。多分それは一般で言うと多分重度なんですけど、えー、なんですけど、まあ、復帰できるぐらいのね感じで とにかくいてほしいなと思います。だけどなんかこんなにね、まあしゃあないっすよ。誰が悪いわけじゃないですけど、こんな今乗ってる時に、えー、うん、こんなことが起こってしまうのかっていうのはすごくね、うん、なんでしょう、なんか神様なんてい,、ね、いないんだなって、まあ、思っちゃいますね。まあ神様なんていないんだなって、まあしょっちゅう思いますけどね、ニュースとか見ててね。えー、しょっちゅうしょっちゅう思いますけど。 まあちょっと競馬ファンとしてはなんか暗いね土日になってしまったなっていうね、そんなはい状況ですが、とりあえずあの信じましょう。信じて待つということでね、競馬ファンは一旦落ち着いてはい願うだけですね。で、ちょっとこの話の流れからね話のちょっと話題変えづらいんですけど、日曜日に予告通りり X の方でスペースで生配信させていただきました。前々回の反響が大きくて。 はい、今回もね待ってましたっていう声があったんですけど、えー、配信直前のレースで5万馬券当ててで配信意気揚々と始めてでその貯金を溶かして溶かしてで途中で生まれん50何倍1個当たってうわこれだけで今日終わるのかよという感じでちょっと暗いムードだったんですけどまあ最終レースでえー、っと阪神の最終ですねだからもう最後の最後でね はい、5万馬券。しかも、一番最後に買い足した。<laughs> 買い目決まってたんですけど、急遽ね、えー、これとこれとこれ買い足しますって言って、うん。まあ、指数1位がね、うちのね、あの、すごい土曜日、日曜日もずっと良かったんで、最後も、あの、1位のアウトレンジを頭にしてっていう馬券で買ったんですけど、3連弾559.7倍を的中することができて、まあまあまあ、あの、最後は笑えてね、笑って追われた、追われたっていうような、えー、そんな生配信だったんですけど、 まあ僕もね、あの、お酒飲みながら <laughs>、あの、配信する、っていう風に毎回決めてて、えー、昨日はなんで、あの、メーカーズマークの、炭酸割り、ハイボールですね。ハイボールとジンジャーハイボールを使い分けて飲みながら、はい、また酔っ払ってね、くだらない雑談を挟みながらやっていったんですけど、なんか最後にね、僕は酔っ払った勢いで、ちょっと今週末もう一も回リベンジやるみたいな。サツキショーの日もやっちゃいましょうかみたいなこと言っちゃったんで、 はいあのー、時間があれば、また午後からになると思いますけど、今週末もやれたらいいなぁなんて思ってます。で、結構ね、頂い,いたご意見としては、レース絞ってほしいかなっていう声が割と多かったですね。うん、で、まあ、僕としてはまあこのレースあんま興味ないけど、こうやって買えますよって、まあ、生配信なんで、買わないレースがあるとね、面白くないので買っていくっていう感じでやってるんですけど、 まあそれよりはいいたいレースだけ絞っっっててしなう声が多かったですねでそれ2つ理由があってで一つはやはりあのなんだろう予想まあなんでしょう僕が絞ったレースに乗ってみたいっていうでレースを絞ることによってこのレースこの馬がこの状況でとかこのコースこの状況が合いますよっていう話とかをもっと挟んでほしい。で確かに あの、昨日3条開催だったんで、あの、もうほとんどね、そういう話をする余裕がなかったんですよね。レースが終わると、もう5分後には次のレースっていう状況が続いていて、で、僕は覚えてなかったんですけど、そのなんで前々回配信した時に、あんなにくだらねえ雑談いっぱい挟めたんだろうなっていう、雑談とかね、馬の話とかもちろん含めてですよ、えー、挟めたのかなって思ってたら、まあ2条開催だったみたいで、 うん。それは挟めるような、話っていう感じだったんですよ。で、今回とても慌ただしく進んでいってしまいましたので、まあ、そこはちょっとね、あのー、レースを絞るっていうことで、もし、ま、今週末やるのであればね、3条開戦の時にまた生配信やるのであれば、えー、レースを絞ることによって、えー、っと、話の、なんでしょうね、えー、話をする時間を僕に与えると。 うん。僕が、僕に生まれるという状況にしてほしいっていう、そういうリクエストをね、結構いただきました。で、あとは、まあ、あの、興味ないレースっていう、レースとかだったら、えー、この馬、興味、あまあ、この馬のね、タ服だけ買っときます。で、見て終わりです。はーい、みたいな。で、10秒くらいで終わって、あとは、まあ、あの、勝負レースの話したり、雑談するみたいな。うん。で、この雑談っていうのがですね、まあ、僕としてはもう雑談だらだらしながら、の、配信するのが好きなので、はい。なんで、あの、 えー、聞いてる方はどうなのかなと思ってたんですけど、まあ、竹内さんの,あのくだらない雑談がね、もっと多い方がいいっていう声が、今回すごく多かったので、うん。みんなね、あの、半分ぐらいの人はね、竹内さんの雑談が好きですじゃなくて、竹内さんのくだらないっていうね、くだらないがつくんですよね。うん、みんな失礼だなとか <laughs> 思いながら、ね、いたんですけど、まあ、確かにくだらない雑談、僕も好きなので、うん。今回なんかほとんど、なんでしょう、性癖と馬券の買い方は同じとかね。 <laughs> そういう説とかを唱えたりはしましたけど、まあ、ちょっとねあの用意していた雑談もなかなか放り込めなかったので次回からはね、えー、買わないレースっていうか、まあ、あの生配信なので買わないと、まあ、面白くないじゃないですかレース走ってる最中に雑談してるのはさすがにどうかと思うのでうんなんでまあ短幅とか、えー、この2点の生まれんとか、まあ、二刀軸流しはい、えー、そんだけですみたいなのでやりつつガツンと買いたいなとか思ってるレースはもうあのー しっかりね、解明、構成しながら、その冷静の思いとかね、予想の根拠とかも語りながら、お届けするような形にしていきたいなと思っております。で、昨日その X を始めた時にね、僕あの皆さんに聞いてて、これなんだろうって言ってたのが、こ、ね、久しぶりに、あの、X を始める ?X でスペースを始めるときに、なんかね、ビデオを使うみたいな、動画を配信するみたいな、なんかボタンあったんですよ。 なんだこれと思ってでいきなり僕の姿が映ったらかなわんなと思ってその <laughs> まあ,あの頭とかもボサボサだったんで失礼な姿だったんでもし出したらうんなんで使わなかったんですけど一応何か、ね、調べてみたらねあの X もなんかバグが多いらしいんですけど動画でいけるみたいですねまあかといって、まあ、僕は酒飲みながら <laughs> ね酒飲んでこのベイプ吸いながらあのダラダラね喋ってる姿をわざわざ。 映像で配信するっていうのもどうなのかなとは思うので、まあやんないと思うんですけど、ただ、なんでしょう、あの、ね、あの、なんだよ、マジックテープじゃなくて、なんだ、あの、この、マジックで、なんだホワイトボードに書いてさ、ホワイトボード持ってるんで、デカめのやつ。そこにね、買い目とか書いて、このレースこうやって買います、みたいな。で、それを掲げながら喋ってたら、あの、もう一回買い目言ってくださいとかね、そういう話にはならないのかなと思ったんで、ちょっと悩んでるんですけど、 うん横で配信できるのかなって問題ですよね。縦しか無理だったら、縦の画面で、あのホワイトボードを手に持ったら、結構はみ出ちゃうと思うし、うん。で、僕、エのスマホから、離れた場所から配信しなきゃいけなくなるんで、そうすると馬券買ったり、レースの映像を見るのがちょっと面倒くさくなっちゃうというかね、距離ができちゃうなっていうふうに思うのでね、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、まあ、YouTube でやったほうがいいんじゃないかという声もお、声も多いんですよ。 うん。で、本当にあの、まあ、ツイッターの方ってあの、一つも変なリップとかもつかないんで、<laughs> 一つの文句も言われずに皆さん盛り上げてくれるんで、ね、このメンバーが YouTube に来てくれたら、まあ、YouTube の方が荒れやすいと思うんですけど、うん。 今聞いてくれてるメンツね、何百人かが、YouTube に一緒に来てくれたら、まあそれは心強いというかね、その中でしょっちゅう来れる人とか、モデレーターとかになってもらって、あの変なコメントとかね、来たら、あの、どんどんブロックしてもらうとか、消してもらうとかもできると思うので、まあ YouTube もありかなと思ってるんですけどね、うん。 あとなんかあのメンバーシップとかでね、あのガーンってあの強めに買う馬券ね、紹介してくれとかっていうことも結構言われたりするんですけど、まあ、前にも言いましたけど、もうちょっとね、うちの下の方の子供があでっかくなってあんまりギャーギャー泣いたりとか、僕のサポートがあの急遽必要になったりしなくなってきたら、まあ YouTube 生配信もやりやすいかなとは、やりやすくなるかなと思いますね。うん。なんでまあそれまでちょっと X の方で、ね、生配信の練習っていうか、 うん、YouTube の方であんなにダラダラやっていいのかな <laughs> とは、ちょっとね、それも疑問ですしね、YouTube って酒飲みながらやっていいのかなお酒とかダメなのかなどうなんでしょうね。やっぱ僕なんか、あの、皆さんとこの居酒屋でね、あの、連れ同士でなんか喋ってる感覚でやりたいので、やっぱ酒飲みながらね、競馬ダラダラ見るっていう、はい。そういうのが、あの、好きでやってるので、今は。うん、なので、カチッとね、もう一人アシスタントを作ってとか、 動画撮影担当作ったりね、裏で編集する人作ってってまで大掛かりになるようなら、まあ YouTube やるのしんどいかなと思いますけどね。今のままで YouTube に持っていけるんだったら、まあやってみてもいいかなっていうね。まあ別に顔出さなくてもいいですからね、生配信ね。あの、用意した紙とかあの、何、予想の画面とかを、文字を画面に出すことはできるので、パソコンの画面だけ映すとか。うん。なんでね、そういう形で、まあいずれ、 今年の下半期かな下半期ぐらい。というか、下半期って言ってももう4月ですもんね。えー、秋ぐらいにはまあやれたら面白いかなと思ってるんですけど、なんとなく今のね、X のあの雰囲気が、X でスペースやってる時のあの雰囲気がちょっと僕は好きかな。うん。すごくね、あのー、楽しいです、やってて。 はい。皆さんからリプ拾いながらね、ちょこちょこあの喋りながらやっていくっていうのはすごく楽しいので。で、今回やっぱり、あの、レース間隔が短かったんで拾いづらかったのもあるので、やはりね、レースを絞ってっていうね、さっき言った話のそのプランで次回今やるならやってみたいなと思ってます。早ければ今週末の開催でやってみたいですね。 で、その次やるならやっぱダービー、ダービーの週が二乗開催なので、そこはもうまったりいけるじゃないですか。もともとね、あのー、レースの予想一個ずつ全部買って、ちゃんとやりながらも、あのー、雑談挟めるはずなんで、えー、なのでまあ、あの、その、ですね、そのダービーの時にはまあ、あの、普通にやれると思いますけど、もし今週末やるなら、えー、もしくはその三条開催の時にやるのであれば、今回皆様からいただいたご意見をですね、えー、元にして、ちょっとまあ、あのー、 改善してててやっっみたいなとは思っております、はいまあ、そんな感じで、えー、今回あのちょっとね、不条化機種、小畑機種、心配という話と、えー、スペースの X、スペースの X じゃないわ X のスペースのね、まあ、今後の話みたいなのをね、させていただいたという感じなんですけど、最後に。 あのー、本当にあの生配信始めた途端からね、えー、回復おめでとうございますと、えー、体調心配していましたという声をめちゃくちゃいただきました。まあ、動画アップしてる段階でね、先週そういう声めちゃくちゃいただいたんですけど、うん、あの、本当に感謝しております。まあ、あの、今皆さん聞いての通りですね、声もかなり回復してきまして、えー、咳もほとんど出ないですね。まあ、あのー、 なんでしょう本当にあの、十国梅ですかあの、ドクダミー酒飲んでるんですけど、今通販で。今日もね、さっきあの、さらに1本ね、1ヶ月分頼んだんですけど、まあ、それが効いているのか、まあ、普通に薬の治療が続いて、一応続いてるのでね、ステロイドも。それが効いてるのかわかりませんけど、はい。で、体重だけはね、今日測ったらですね、えー、体調崩す前ですね、3月の1週目ぐらいから見ると、5キロ、6キロ減ってましたね。 うん、体調戻ってからめっちゃ食ってるんですけど、えー、なんかね、食っても食っても、消費したエネルギーがでかすぎるのか体重が増えなくて、はい、それでもまあ昔のね、配信っていうかまあ世に出てきた時から比べれば15キロぐらい体重増えてるんですけど、えー、ガツッと落ちてしまったんで、まだちょっとね、心配ではあるんですけど、うん。 まあなんですけど、まあ、昨日みたいにね、あの、11時半ぐらいから、1時、2時、3時、4時、5時ぐらいまで、4時間半、5時間近く酒飲みながら、あえてね、あの、ワイワイ、ワイワイできたんで、もう体調はかなり良くなったと思います。はい。えー、なのであの、まあまたね、体調崩す時は多分あると思うんです。結構波があるのはもう自分でわかってるので、あれなんですけど、 本当はあの皆さんのおかげで治ったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますので、はい、えー、治、直していただいたんで、僕の体調。で、44歳スタートしましたから、まああの動画のね、大箇所の予想さっぱりでしたけれども、えー、これからまあ予想の方とか、そういう生配信とかね、まあいろんな情報発信で、えー、恩返しをね、できるように頑張っていきたいと思っておりますので、えー、これからもね、一つよろしくお願いいたしますということで、 えー、そうですね。じゃあ今回は最後に、えー、藤岡騎手と小畑騎手の復帰復活、えー。何より無事ですね。はい、無事を祈って、えー、みんなで祈って終わりたいと思います。はい、祈りましょう。はい、祈りました祈りました祈りましたよね。はい、えー、そんなわけで、えー、竹内がお届けしました。バイバイ。